皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。本日もね、トラック&シミュレーターをやっていきたいと思いますよ。前回とね、違う場所から今スタートをねしてるんですけども、一本ね、実は昨日走ったんですよ。それがね、まさかの録音し忘れっていう状態で、今ね、ゴール地点からスタートをね、もう一回取り始めたところでございます。ですので、こっからね、また一回発注をね、取るところからやっちゃいたいと思いますよ。前回はね、ちょっと距離が短いやつだったので、今回はちょっとね、一番お金が儲かるこちらをやっていきたいと思います。13,000ユーロだからね、結構もらえるんじゃないかな。よし、ではポチッとな。よし、また踏み込みのね、ところから行っちゃいますよ。あっと、行き過ぎたか。よし、さすがにもう3回目なのでだいぶすんなりと。よし、これあとまっすぐじゃない。はい、よし、いけ、このままだ。よーし、オーケー。あとは今回もね、壊れ物のようなので、慎重にね行きたいんですけども、相変わらずアクセルがだいぶピーキーだね。いいんじゃないか、このままゆっくり。よし、オッケー、ああ、ナイス。ラス1行くぜ。このまま惰性で差し込んで持ち上げる。おっと、調子に乗ってるとね、事故るから。よし、あ、違うぞ。うん、オッケー。そしてバック。よし、強制的にね、この車に戻されるっていう。よし、このまんまバックで、おっと、おっと、違うぞ。よし、オッケー。では行っちゃいますよ。あのね、その撮り忘れたね、前回の動画なんですけども、まあ撮り忘れたんでないんですけどね、あのこのゲームね、ガソリンの概念があったんですよ。この左下のね、あ、違う、右下ですね、右下のね、このスピードメーターのね、下の部分にね、ガソリンのマークがあってですよ、今ご覧いただくとわかると思うんですけどね、もうエンプティーなんですよ。なので途中にね、今見たんですけど、ミニマップ上にガソリンスタンドがあるので、今回はね、初ガソリンスタンドでガソリンを入れるっていうね、ミッションを一発入れていきたいと思いますよ。
よいしょ。いやー、相変わらずね、ハンドルがいいキーなんですよね、おっと。これはね、奥側を左折かな。いやー、このプロコンをね、今使ってるんですけど、思いのほかいいキーなので、あとごめんなさいよ。お先に、プロコン用のね、スティックのね、延長バーってものがあったので、そちらをね、ちょっと、ポチっておきましたよ。なので、こちらね、ちょっとついて装着できたらね、もしかしたら、細かい操作が可能になるんじゃないかとね、思ってるんですよね。まあね、見ていただいてる方わかると思うんですけども、私今ね、スイッチ版のエイペックスもやってるんでね、そっちもね、ちょっと頑張っていきたいなと。よし。ガソリンスタンドが見えてきましたよ。ギリギリだね。よし。おっと、めちゃめちゃ入ってってるぞ。ああ、満タンだ。エンジンをつける。あとね、整備工場もちょっと寄ってってみようかな。こちらね。よいしょ。何かできるのかな？ああ、これはもうやる意味がないのか。まあ、事故ってないからね。事故ったら来るのかな？なんとも、トンネルの前の合流。おっと、事故ってるぞ。大丈夫か？自損事故だったけどね、あの前の晩は。大丈夫なんだろうが。よし、じゃあちょっと視点変えますよ。ああ、やっぱやりやすいね、こっちの方がね。おっと。ここを右折。おっと。まずい。ああ、方向指示器を戻す余裕がないぞ。よし、戻した。いや、相変わらずね、ハンドルが、いい気すぎるんですよね。そしてね、今気づいたんですけども、パネルのね、警告灯類が、全部ついてるんですよ、この車。エンジンチェックランプもね、赤で表示されてるから、何気に多分ね、まあトラブルが今起こってるはずなんですよね。オイルランプもついてね、バッテリーランプもついてるっていうね、しまいにはね、シートベルトのマークもついてるから、多分シートベルトしてないってことなんだろうね。よーし。ああ、この橋は一番最初の運送で使いましたよね。戻ってんのかな？おっと、牽引してんのに100キロ超えたぞ。いいね。ミニバンなのに、結構なトルクが、何キロぐらい出んだろうね。おっと、まずいぞ。ここを、右折。ちょっと運転が荒くなっちゃったぞ。ごめんなさいね。よし、合流しますよ。ああ、またここは高速道路なんですね。よし。
じゃあ安全運転で行っちゃいますよ。まあ、さっきみたいにね、またドキュンなね、ベンツが割り込んできますからね。よし。このまま、まっすぐですね。あと、おっと、事故ってるぞ、ホロアナ。やっぱり、なんだ、この車は。いやー、このゲームの AI はね、ものすごく運転荒いんですよ。赤信号でもね、突っ込んでくるんですよね。まあ、ハプニングとしてはね、結構面白いんですけどもね、こう動画的にね、いいネタにはなるんですけど、あまりにもね、ドキュンな車が多いので、ほら見てください、これ高速道路なのに止まってるんですよ、このバンが。びっくりしますよね。ほら、止まるんですよ、こうやって。ものすごいね、煽り運転っていうね。こういうバカ話をしてるとね、通り過ぎちゃったりするんですよね。よし。右折。あそこですね。よし、降りますよ。速度を緩めて。あー、これ前回来たとこですね。だけど、今回は、左折。ちょっと、待ってくれよ。よし、ミラーを。蹴って、左折。よし。ナイス左折。まっすぐ行って、右折。ああ、まあ、タンクがいっぱいありますね。ガスとかなのかな。よし。ここを、右折。右折しますよ。よいしょ。そして、一本目の交差点を左折。赤ですね。よし、青になりましたよ。ほら、見てください。信号無視ですよ、このバン。やばいですよね。信号無視を平然としてくる、この AI カーっていうね。アプデとかないのかね、ここら辺。あと、着きましたよ。よいしょ。入り口はそこか。ゆっくりと。で、右折。はい、ごめんくださーい。と、ゆっくり。内輪差を気をつけながら。よーし。ああ、すぐここなんだね。じゃあ、俺っちが、おの、ナイスな、おっと、間違ったぞ。あ、間違った。あーっと、間違ったぞ。そうじゃない。そうではないぞ。あっと。若干ね。よし。これで。おっと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 。違う。こうではない。いやー。この牽引のね、車をバックさせるのはだいぶ難しいんですよね。よし、ここから行っちゃいますよ。
あっと、なんかね、まっすぐ行かないね。この矢印をちょっとね、目安を入れさせていただいて。おっと。左に切ると、右に行きますよと。おっと、いいんじゃないか。いいぞ。このまま。おっと、素晴らしい。ああ、いいね。このバックの美しい駐車。OK。いやー、星3ついただきましたよ。1万1000ユーロ。合計で1万3000ですね。経験値も990。まあ、良かったんじゃないでしょうか。まあ、今日はね、初ガソリンスタンドっていうね、ミッションがあったので、まあ、ガソリンのね、概念がなかったので、勉強になりましたね。何気にね、38リットルもガソリンを入れてるんですよね。あ、でも40リットルで満タンってことは、そんなにガソリン入らないんだね、この晩は。普通60ぐらいいきますもんね。貨物の損傷もゼロ。まあ良かったですね。今日はね、ちょっといい感じで、一発仕事終わらせたので、ここら辺でね、休憩にしたいと思います。次もね、またミニバンでやっていくと思うんですけども、お金を貯めるミッションをね、コツコツとやっていきたいと思いますので、お楽しみにしておいてください。じゃあ皆さん、また次の動画でお会いしましょう。じゃあみんな、愛してるぜ。